スーパーバイラーズの上原愛です。スーパーバイラーズの谷本千秋です。私が使ってるのはマーク・ジェイコブスの、フェルトタイプのトートバッグを使ってます。去年買ったんですけど、購入した後に、BAILAの媒体でも紹介していて、すごい嬉しくなったのを覚えてます。かわいいかわいいよね。珍しい。なんかグレーとこのグレージュのロゴボコボコってなってるところがすごいお気に入りで、たくさんすごい入るので物が気に入ってます。ボッテガの、ループを使ってて、これは、去年の5月に旦那さんにプレゼントしてもらいました。このバッグを使う時は ZARA のエコバッグを使うことが多くて、これは L サイズで、こっちが XL サイズなんですけど、すっごい軽いんですよね。私が使ってるバッグはピエール・アルディのアルファバッグです。いろんな雑誌でよく載ってていいなと思ってたんですけど、なかなかこれっていう色ってなくて、やっと一目惚れする色に出会えたので、日本でラスイチ購入することができました。これのお気に入りポイントとしては、自分のパーソナルカラーにぴったりっていうところですね。やっぱり自分の持ってる服もそういう色が多いので、やっぱ合わせやすいです。すごい可愛いね。可愛いよね。なんかだいたい3色の配色が多いんやけど、これ2色っていうところがなんかさらに合わせやすいかなと思って、すごい可愛い爽やかカラーだね。去年の誕生日に自分で記念として買った。で、普段は荷物が本当に少ないので、これで事足りちゃうんですけど、どうしても入らないっていう時はロペのバタフライバッグを使ってます。結構街もしっかりあって、横にも広がるので荷物がだいぶ入ります。カジュアルにもきれいめにも使えるっていう、このシンプルなデザインっていうのがお気に入りでよく使ってます。私が使ってるお財布はこちらのルイ・ヴィトンのお財布を使ってます。これも誕生日に購入しました。中がたっぷり入る感じで、カードが6枚以上入るかな。で、こっちにも入れるところがあって、でここにお札を入れられる感じになってます。小銭もなんかミニ財布なんですけど、結構しっかり入る感じです。私が使ってる財布はマーク・ジェイコブスのマルチウォレットです。キャッシュレス決済が多いので、本当にお財布は必要最低限っていう感じで、もうここにお札ペロって入れて、こっちにカード必要最低限入れるみたいな使い方をしてます。これもさっきのアルファバッグと一緒で、配色に一目惚れして購入しました。かわいいね。色に一目惚れしがちね。かわいい。お気に入りで使ってるメガネがこのモスコットのメガネなんですけど、ちょっと丸いフレームで、カジュアルなカラーですごいお気に入りです。で、こっちが自分のブランドのメガネなんですけど、なんか服のワンポイントとしても使ってます。車の鍵ですね。キーリングにティファニーのものを使ってます。この鍵と、この携帯をこの A10 のものを使っていて、こうショルダーにかけたりとかもできて、で、ここに、家の鍵入れたりでもいいですし、ショップカードをちょっと入れてます。こんな感じで。で、この、車の鍵をここにつけたりすることができて、ここにクレジット入れてもらったり、クイックペイだったりとか、もう家の鍵もカードタイプなので、こんな感じで使ってます。ストージョのカップになってます。これは、もうスタバだと、ラテとかだったらホットのトールサイズが入ります。こんな感じでちゃんとシューって除菌もしていただけるので、すごいこんなちっちゃくなるんよね。ちっちゃくなるの。使ってるパソコンが MacBookPro なんですけど、でこれはBAILAの付録になってます。お気に入りでずっと使ってます。私もこれずっと使ってるね。いいよね。普段使ってるマスクが D マスクを使ってて、最近出たやつがヒアルロン酸配合で、これをよく使ってます。やっぱ今乾燥しやすいので、いつも名刺入れはカバンに入れてて、どんな時でもちょっと人に配れるようにっていうにはしてます。で使ってるのがマルニのこの名刺入れで、クリーンな白がお気に入りです。で私イメージコンサルタントの他にも旅行とファッションのライターもやってるので、結構厚みがあってたくさんの名刺が入れられるようなマルニの名刺入れを選びました。結構インスタグラムの投稿を出先で作ることも多いので、このブルーライトカットのメガネも絶対にカバンに入れてます。なんかこういう撮影とかインスタライブとかする時にメガネをかけると、なんかこう目が大きく見えて漏れたりするので、結構これはあると便利だよね。ね、いいね。あとは三脚もだいたい大きいバッグの時は入れてます。こんな感じで自撮り棒にもなるし、立てて自分たちのことを撮れるみたいな感じで、便利だね。そう、しかもめちゃめちゃちっちゃくなるから、カバンに入る。本当だ。Amazon で2000円ぐらいで買いました。お安い。ポーチなんですけど、買った時についてくる袋を使ってることが多いです。これがアロマハンドスプレーですごい香りが好きでよく使ってます。これがハッチの日焼け止めミストです。保湿成分も入ってるんで、すごいお気に入りで使ってます。朝バタバタして出ることが多いんで、結構オイルとかつけ忘れちゃったりとか、後でいいやっていう時によく使ってるのがこの N ドットのポリッシュオイルのほんとミニボトルサイズ。これはもうさっと、もうちっちゃいカバンでも入るんでよく使ってます。このサイズって普通に売ってる？売ってる。めっちゃ便利なサイズ。そう、便利。これがハンドクリームで、UKAのハンドクリームで、これはお友達に誕生日にプレゼントでもらいました。715っていう香りで。どんな香り？これ他の匂いも数字？数字。朝の匂いってことこれ。715っていう香り。爽やか。ネイルオイルです。同じ香りのネイルオイルを持ち歩いてます。すごい女子力高い。ね、いやいや。コスメキッチンのコスキチリップ、薬用リップを使ってます。これはゼラニウム&パルマローザの香りです。これはまあ下地とかに、リップの下地とかに使ったり、ちょっと乾燥してるなって時に使ってます。リファのフィンガーアイロン。冬はあんまり巻きが取れたりっていうのもないかなと思うんですけど、夏場は結構この辺の巻きが汗で崩れることが多いので、持ち運べるストレートアイロンをカバンにだいたい入れてます。便利だ ね。なんか充電式で電源がいらないからめちゃくちゃ便利。便利。私結構さ、コテで巻けない人でストレートアイロンで巻くこと多いんだけど、すごいいい ね。旅行とかにもね、入るから荷物が重くならなくて便利です。1日の中で髪型を気分で変えたくなっちゃうので、クリップだったりポニーテールのとこにくるって巻くだけのこういうアクセサリーっていうのをカバンに忍び込ませてます。まあコロナ禍っていうこともあって、除菌シートだったり、石鹸がないトイレに行った時とかに使える紙石鹸っていうのもいつもカバンに入れてます。お口レモンの口内洗浄液。もう20秒口ゆすぐだけで結構すっきりするので、これおすすめです。メイクポーチがお店とかでもらったものを使ってます。ファンデーションを V3 のものを使ってます。ツヤタイプの渦のアイライナーを使ってて、ダークネイビーっていうカラーで、ブラックとかよりかもネイビーを使うことが多くって、結構しっかりネイビー。そう、しっかりネイビー。すごいおしゃれだな。青って感じ。おしゃれカラー。2番のマルチスティック、シャドウにもなるしリップにもなるしっていう感じなんですけど、こんな感じの結構かわいい、似合いそう使ってます。リップは、2本持ち歩いていて、ケイトのリップモンスターのスフレマットを使ってます。 M の03番、結構くすみピンクカラーで、マスク使ってても色が残ってくれて落ちにくいリップになってます。こっちのリップがルージュココフラッシュの112番で、こういう感じで結構シワの、意外と薄付きなんよね。そう、薄付きの。可愛い。そう、すごい可愛い色で、こんな感じで結構マットなくすみから、これリップモンスターで、こっちがシャネルのココフラッシュです。青みカラー多いね。そう、多いね。あいちゃんはブルベ冬だから、私とは多分真逆のやつだよね。全部持ってるの。すごくお気に入りのディオールのバックステージフェイスグローパレットと004番のローズゴールド。ラメ感がね、最強。最強。可愛い。なんか誰でも使えそうな色。ね、そうだね。で、私はその千秋ちゃんの言った通りブルベの冬なので、ここよく使います。一番よく使うのは？一番ここだね。ハイライトとして結構使うことが多いので、よく使うんですけど、じゃあこれから塗っていきたいと思います。ラメめっちゃ綺麗。そう。なんか濡れ感って感じ。そうなの。すごい綺麗な濡れ感のラメです。なんか全然浮かないね。いい感じで。欲しくなってくる。そう、肌からなんかすごい発色してるような。で、これはたまにチークとして。私結構赤ら顔なので、チークあんまり塗らないんですけど、ちょっとキラキラ可愛いのでたまにポンポンと塗ったりします。でこれがこんな感じ。あ、確かにそれが一番なんか分かる色っていうのが、うん、そうだね。わ、すごい。あ、またなんかちょっとラメの粒が違うかも。確かにこれおつきそう。うん、かわいい。千秋ちゃん似合いそう、ここ確かにイエベカラーね。じゃあこれはニュートラルで使えるのかな、いろんな人が使える、ね、イエベさんもブルベさんもいけそう。うん、私が使ってるポーチはこのダイソーで購入した黒のポーチです。これのお気に入りポイントは中身が丸見えのスケスケ感、どこに何が入ってるかすぐ分かるっていうのがめちゃめちゃ気に入ってて、ポーチってすごい汚れやすいので汚れたらポイッと買い替えられるところがお気に入りです。なんかダイソーに言ってるんだね。言わないとそんな分かんなくない？思う思う。で絶対に入れてるのがこのキャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダー。めんどくさい時は日焼け止めにこれだけパパってはたいちゃうぐらいの感じでめちゃめちゃ信頼してます。私職業がイメージコンサルタント、パーソナルカラーとか診断するお仕事をしてるので、まあ、なんかこう見せたいイメージとか、まあ、その日の気分、一日の中でも髪型と同じようにメイクも変えることが多くて、オレンジ系、ピンク系、ブラウン系っていうのを絶対にポーチの中に忍び込ませてます。このアイシャドウカラーに合わせて持ち歩いてます。いいね、すごい雰囲気が変わるね。今日はお洋服に合わせてブラウンとオレンジ系を使ってます。一番使うのはリップモンスター。愛ちゃんはスフレマットだったんですけど、ね、私はノーマルの04番のパンプキンワインを一番使います。秋冬寒い時期に使っててもこう季節感が出せるちょっとこっくりとしたブラウンオレンジっていう感じでめちゃめちゃ使いやすいです。あと最近のお気に入りはこのサッシープロデュースのリリミュー。これも色がすごい可愛いんですよね。あ、すごいなんか深みオレンジ。そう、秋冬って感じだよね。でリップモンスターがさっきと比べるとだいぶ明るいオレンジ。あとピンク系のシャドウに合わせるようにレブロンのジェリーティント01番、ちょっとコーラルっぽい、赤っぽい、ピンクっぽいっていう色です。なんか可愛くなりすぎないっていう感じで、大人っぽいピンクだね。可愛いのがあんまりっていう人におすすめです。一番気に入ってるのがこのアディクションのタイニーシェル22番ってやつなんですけど、めちゃめちゃ可愛いピンクじゃない？さっきのディオールみたいにすごいパールが綺麗。本当だね。これも粉浮きしなくてすごいおすすめです。この色はイエベブルベってまたぐ人にめちゃめちゃおすすめです。でオレンジ系はキスのデュアルアイズ12番っていうのをよく使います。目元に締め色を持ってきちゃうと逆に目がちっちゃくなっちゃったりするので、こういう明るい淡いオレンジっていうのがよく使う色です。で最後ブラウンメイクする時によく使うのがエスプリークのセレクトアイカラーの BR302 番です。これも全然グラデーションとかせず、これだけで結構おしゃれなカラーというか綺麗じゃない？綺麗。めんどくさがりなので4色パレットとかあんま使わず、単色を上にも下にもピャーって塗ることが多いです。なので結構発色が強すぎず肌なじみする色っていうのをメインで結構買うことが多いかな。いいね、パパッとね一つで済むの助かる。チークはこのデコルテの BE350 っていうのを使うことが多いで、何でも受け止めてくれる色なのでチークは結構これ1個持ち歩くことが多いです。ツヤ肌作りに欠かせないのがこのシャネルのボームエサンシェルスカルプティング神々これはめちゃめちゃ有名だと思うんですけど、この辺にちょこちょこって塗るだけでツヤっぽい感じにしてくれるのでめちゃめちゃ使ってます。千秋ちゃんのこのメガネ、このブルーライトのメガネすごい可愛くていいなって思いました。私もパソコンとか携帯スマホとかで結構仕事することが多いから、この3色持ち歩いてるってところがもうさすがパーソナルカラーとかをやってるイメージコンサルタントだなって思いましたね。私もこのディオールめちゃめちゃ気になるね。これねすごい気に入ってるね。私もご褒美に自分に買おうかな。うん、誕生日とかにもねいいしね、お友達の。